はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回はですね、野池の方に行ってきまして、釣りをしてきたんですけれども、その時に使ったルアーを紹介させていただきたいと思います。はい、まずはですね、こちら、ティムコの CT ネクロマンサーっていう超小型のスピナーベイトですね。重さが 6.5g で、まあ、ブレードがついてるんで、だいたいそうですね、 8g ぐらいかな、 7g から 8g の間ぐらいなんですけれども、スピニングタックルで投げることができるスピナベですね。ただ形状がまあ、ヘッドにこの羽がついてて、フックがね、下についてるんですね。ヘッドの下にトレブルフックが一つついてるタイプですね。なんでね、ボトムまで落とすと結構根掛かりしやすいんですけど、まあその辺注意して使っていけばね、いい感じで使えると思います。以前ね、以前も使ってて、これで何匹かバスも釣ってるんですけど、ちょっとね、やっぱり根掛かりしてロストしちゃってたんですが、最近またね、釣り具屋さん行った時に見つけたんで買いました。はい、とりあえず1つ目で、2つ目がこちらです。メガバスのグリフォンウェイトフィネス SRX、こちらもね、スピニングタックルで投げられるクランクベイトでして、まあ、ベイトフィネス用に設計されたクランクベイトですね。すごくね、動きがブリブリしてて、まあ、見た目もね、こうぽっちゃりしてる感じでね、可愛らしいルアーですね。クランクベイトです。はい、とりあえずね、今回はこの2つを使ってやってきましたんでね、釣りの様子をご覧いただきたいと思います。はい、それではどうぞご覧ください。釣れました。これ4つあるかも。当ててやろうか。41センチ。よっしゃー。何でした？ブルギル。はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回は野池に来てます。とりあえずね、スピンニングタックル使って今日はやっていきたいなと思います。はい、ではね、早速タックルの紹介です。バスワン XT266ML の2、それからリールが、シマノナスキ C2000HGS、 こちらの、2万円のスピニングタックルですね。はい、でまず使うルアーなんですが、こちら、ティムコの CT ネクロマンサー、皆さん知ってますかね。これ超小型のスピナーベイトなんですけど、まあ、形はね、スピナベなんですけど、まあ、イメージとしてはスピンテールジグみたいな感じですよね。そうでもないか。まあ、とりあえずね、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。買えました。メガバスのグリフォンウェイトフィネス SRX、
クランクベイトですね。初めて使うんですけど、ちょっとこれでここら辺周辺を狙ってみたいと思います。32センチですね。よかった、釣れた。よいしょ。メガバスのグリフォンウェイトフィネス SRX ゲットです。はい、というわけで動画の方いかがでしたでしょうか。まあね、今回ね、こっちの超小型スピナベ CT ネクロマンサーではねすることはできなかったんですけれども、まあ奇跡的にねこのメガバスのグリフォンウェイトフィネス SRX こちらでね1投目で釣ることができたんでね、よかったです。しかもねあそこの野池のアベレージサイズがまあ大体30センチ前後のバスなんで、ちょうどねアベレージサイズを釣れてるんでよかったです。しかも今年の初バスです、ね、こちらのクランクベイトは私のお気に入りの一つに加わりました。はい、というわけでね、まあ、今後もねだんだん暖かくなってきてるんでね、どんどん釣りに行って釣って動画を上げていきたいと思います。はい、というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。